女優、桜田ひより、20、が10月14日スタートのフジテレビ系、当たりのキッチン、土曜51、40に主演することが24日、分かった。コミュニケーション能力ゼロだが、絶対味覚を持つ女子大学生が、料理を通じて成長するハートフルドラマ。私生活でも母の味を受け継ぎ自炊するほど料理に造詣が深い桜田が、キュートなメガネっ子となって視聴者をほのぼのとさせる。手話を学ぶ人が増えるなど社会現象になった昨年10月期のフジ。テレビ系、サイレントで主人公の妹役を好演し、同世代俳優を圧倒する存在感を示した桜田。今度は、見た目は地味ながら視聴者に癒しと活力を与えるメガネっ子を演じる、当たりのキッチン、和漫画誌、月刊アフタヌーン、講談社で連載された漫画家、城の雪氏のデビュー作が原作。人とのコミュニケーションが極度に苦手な大学生、清美が主人公だ。幼い頃から料理に触れ培った、絶対味覚、を武器に、アルバイトを始めた定食店でおどおどしな。柄も客一人一人に合わせた味を提案することで心を通わせ、人間的に成長する姿を描く。桜田は、ご飯が好きなところと、人に話しかける際に観察してしまうところは共通点ですね、と自身と主人公を重ね合わせる。食を通して相手の心に寄り添うだけに料理シーンは最大の見せ場、清美がどんな料理を作るのか詳しく知らされていないのでドキドキ、と9月の殺入に思いを馳せ、だし巻き卵の練習はしました、笑。上手にできなくて、特訓中です、と不安も。ほろり、ただ、私生活では週1で自炊していると明かし、得意料理にロールキャベツを揚げた。また、母親の作るナスの揚げ浸しが大好きで、どこのお店より家の味が好きなので、母の味を伝授してもらって私も作っています、と、実は日頃から料理に慣れ親しんでいる。桜田の手料理の腕前披露も楽しみの一つだ。